パリパックの位置パリパックの位置パリのハックは、フランスの首都、パリ市を構成する20の行政区の一つである。大ハック、パリパックとも言う。市の中央のやや西寄りに位置しており、一区の西側に隣接している。セーヌ川の北岸に面している。パリのハックは、市の中央のやや西寄りにある、行政区。エリーゼクと呼ばれることもある。 セーヌ川の北岸に面しており、アンバリッドの対岸にあたる。住宅面積が低いので人口は39,314人で、20区の中では5番目に少ない。区の名称は、市の中央部から時計回りに螺旋を描くようにして、各区に付けられた番号を元にしており、東区はその8番目にあたることから、ックと名付けられた。7区ともに、フランスの政治。 行政の中心であり、フランス大統領官邸、内務省等がある、フォーブールイコールサントノレ界隈は、フォーブールイコールサンジェルマン界隈と共に、旧王公貴族の大邸宅が立ち並ぶ地域にあたる。また、世界的に有名な外線門、マドレーヌ寺院、シャンゼリゼオ通り、コンコルド広場などがある。なお、セーヌ川に沿った地域は、パリのセーヌ川市として、 世界遺産に登録されている。パリパックの詳細地図シャンゼリゼ通りハックは、パリ中央部のやや西寄りに位置しており、セーヌ川の北岸に面している。面積は3.88平方キロメートル。北は同じパリの行政区である17区に接しており、北東の角はクリシー広場となっている。南はセーヌ川を挟んで7区に接している。 東は、マドレーヌ寺院付近のホ北は9区に、ナ南は1区に接している。西は、シャルルド・ゴール広場ホ北は17区に、ナ南は16区に接している。パリパックのカルチエ詳細ズ・パリの行政区は、それぞれ4つの地区に区分されている。ハックを構成する4地区の高度と名称は、次の通りである。ハックの人口は、 1891年に10万7485人となりピークに達した。しかしその後は減少を続け1999年には半分以下の3万9314人となった。20区のうちで5番目に人口が少なく1990年以降はパリの人口の1%台で推移している。 2005年の推計では38,700人と見積もられており、人口のさらなる減少が見込まれている。人口の減少とともに、人口密度も減り続けており、1999年の人口密度はピーク時の半分以下の1130人となっている。20区のうちで1区に次いで2番目に人口密度が低く、 パリの平均人口密度の0.4倍である。人口の推移の詳細は、次の通りである。パリパック役所ロワイヤル通り、コンコルド広場からの眺め。道広場に面する、左側建物の西側部分がホテルドクリヨン道、中央部が、車高サロンの自動車クラブと、国際自動車連盟。道東側部分が1920年以降、処法人本社等が入るコアラン館になる。 右側建物は、ホテルドラマリーヌと呼ばれ、2015年まで普通、海軍参謀本部が入居していた。以下のお店以外にも、フォーブルイコールさんと乗れ通り、モンテーニュオー通り界隈に、ブティック等多くの高級ブランドが、本店等を置いている。リセ・シャプタル・テアトルで、シャンゼリゼロワイヤル通り6番地にあった、宝石店、風景。1901年に、アルフォンス・ミューシャにより、 アール・ヌーボー様式で装飾された。1923年に解体されたが、マレ地区、カルナバレ美術館に保存されている。アベニュー・フェルダウシー、モンソー公園セーヌ川に架かる区内の橋は、次の通りである。パリの広場は、しばしば2以上の道路が交差する場所に位置し、中心の、島を道路が周回するロータリー状の交差点となっている場合が多い。中心の、 島部分は、オベリスクや緑地等に利用されている場合もある。ハックの広場や、交差点には、次のようなものがある。ルイ14世一世の時代、フランス式庭園を完成させたアンドレル・ノートル。1680年ジャポニスムの大きな影響があった、ベルエポックの時代、日本の日傘を持つ、舞台女優、サラベルナール。1881年。 ありがとうございます。